はい、こんにちは、116ウィンズです。球界の歴史に残る2人の偉大な野球選手が同じチームに確実に揃うラストイヤー、エンゼルスは2014年以来9年ぶりのプレーオフ進出を目指し、トレードデッドラインの時点でも少しプレーオフ進出ラインから遠い位置にいながらも売り手に回らず、ジオリトなどの補強に動きました。これがチームに勢いをもたらせばよかったんですが、8月に入ってからチームはなかなか浮上のきっかけをつかめない状態が続いていたところ、今日そのエンゼルスに追い打ちをかけるかのように悪夢のようなニュースが飛び込んできました。今日のレッズとのダブルヘッダー初戦に先発した大谷翔平選手が2回途中で負傷降板。今日の大谷選手は今年の平均値と比較しても球速が全く出ておらず、明らかに何かがおかしい感じで、ここ1ヶ月くらい大谷選手の健康面の不安がちょくちょく露呈していたところで、今日もまた負傷降板という形になってしまったのはちょっと状態が心配されるところでした。エンゼルスは当初降板理由を腕の疲労と発表していて、そこまで深刻な雰囲気を出していなかったんですが、その後行った検査にて右肘の内側側副靭帯に断裂があることをミナシアン GM が発表。部分断裂なのか完全断裂なのかは不明で、今後セカンドオピニオンを仰ぐとして手術を受けるか否かについても未定のようですが、少なくとも今季ピッチャーとしてプレーすることはもうないとしています。ということで最悪の結末となってしまったと。エンゼルスが全てをかけて臨んだシーズンはずっと怪我人の多さとの戦いという印象もありましたが、極めつけにチームを背負ってきた大谷選手までもが負傷、ワイルドカード圏内まで10ゲーム差以上離され、プレーオフ進出も絶望的となる中、今年に全てをかけたエンゼルスは見事なまでに悪い方向へと転がってしまいました。今季が FA 前最後の年だった大谷選手、開幕前の時点からオフの FA でどんな規模の契約をもらえるのか注目を集めていましたが、3年連続で高次元の二刀流をここまで継続していたことから、ただでさえ史上最高の FA 選手となりそうだったところ、その価値をさらに高めるようなシーズンを送っていました。特にバッターとしての活躍が今年は目覚ましく、今季126試合で MLB トップとなるホームラン44本、 OPS は MLB でただ一人の10割オーバー、打率はリーグ3位の3割4厘、打点数も同じくリーグ3位の91ということで、これからの1ヶ月次第では三冠王となっても全くおかしくはない内容でしたよね。またピッチャーとしても今季23試合に先発してリーグ3位の防御率 3.14、 今季は例年よりもサイヤング賞争いが混戦模様で、シーズンで規定投球回に乗りつつ、ここからさらに防御率などの成績が上向くようであれば、日本人選手史上初のサイヤング賞受賞だって決して夢物語ではなかったですし、またこれだけ投打にハイレベルな活躍を見せていたことから、ベースボールレファレンスサンスのウィンザボリプレイスメントはリーグの他のトップレベルの選手たちが5中盤なのに対し、大谷さんはすでにただ一人9を突破していて、2年ぶりの MVP 受賞はもう現時点においてほぼ決定事項でもありました。そんな投打に今年も異次元の活躍を見せていた大谷選手ですが、ただ皆さんもご存知の通り、ここ1ヶ月くらいで体の異変が目立っていて、特に痙攣の症状がたびたび出るなど、相当な疲労が蓄積していることも伺いましたよね。チームの判断でもう少し休養を与えることができたら、まあ、結果論となってしまうんですけれども良かったのかもしれませんが、大事なゲームが続く中で大谷選手をチームとしても欠かすことはできず、また本人もかなり試合に出たい意志が強かった結果、このような事態につながってしまったのは一野球ファンとしても残念な気持ちが強いです。実際の状態などは現場でしかわからないことでしょうが、誰もが危惧していたことが現実のものとなってしまったという点で、やはりそういった気持ちが強くなるのかなと思います。大谷選手の今後についてはこれからさらに詳しい検査を行った上で本人とチームが相談して決めていくと思われますが、仮に手術が必要な場合、トミー・ジョン手術などそういった手術が必要な場合、こうなると今季だけではなく来季も投手として出場できない可能性はゼロではないですよね。トミー・ジョン手術となれば MLB 復帰まで一般的に14ヶ月から18ヶ月程度要するとされますし、もう8月も終わろうかという時期ですので、トミー・ジョン手術となってしまうと来季ピッチャーとしての復帰を果たすのはかなり難しいのかなと。ただピッチャーとは違い、バッターはトミー・ジョン手術であっても復帰までピッチャーほどの時間はかからないとされ、もしすぐにでも手術を受ければ今季はもうバッターとしても完全に全休かもしれませんが、来季開幕か、あるいはそれに近い時期に復帰できる可能性は十分あるんじゃないのかなと。例えばフィリーズのブライス・ハーパーは昨年11月にトミー・ジョン手術を受けて、今年の5月に DH として復帰を果たしていますし、大谷選手自身も2018年10月にトミー・ジョン手術を受けた際には、翌年2019年5月に DH として復帰を果たしています。もちろん今手術を受けてしまうとホームラン王のタイトルですとか三冠王への挑戦ですとか、そういったものが全て可能性としておそらく閉ざされてはしまうんですが、 MVP は今から休んだとしてももうほぼ確定なくらい独走状態ですし、エンゼルスのプレーオフ進出も現実問題としてほとんど可能性がついえた現状において、これ以上満身創痍の体を押してまで出場を続けることは得策ではなく、手術の決断を下すのであれば来季への影響という面では早いに越したことはないのは間違いなさそうです。そして大谷選手の今回の怪我でもう一つ影響が出そうなのがオフの FA ですよね。
総額5億ドル、6億ドルとか、そういった今までに見たことがない規模の契約になるのではないかとしばしば言われていたところであったものの、それは契約の前半、前世紀に近い時代に二刀流としてバリバリ活躍する前提があってこそで、仮に来季もピッチャーとして復帰できないとなれば、その前提が崩れる恐れがあります。来季29歳のシーズン一番脂の乗った時期に二刀流ができないわけですし、またピッチャーとして復帰した後も果たして怪我する前の水準のピッチングを取り戻せるのか、取り戻すにしてもそこまでにどれほどの時間がかかるのか、将来の不透明さが増したことは彼の契約に多少なりとも影響を及ぼすのではないのかなと。もちろん大谷選手が特別な才能であることに変わりはないですし、打者一本でも極めて優秀な選手ですので、それでも史上最高規模の契約が出ても全くおかしくはないんですが、今日の怪我が判明する前よりかは市場価値は残念ながら下がってしまったでしょう。また人体の断裂が当初想定されていたほどではなく、手術を回避して例えば保存療法を選択したとしても、肘の懸念がこうして明るみになってしまっただけでも、彼の獲得を検討するチームとしても、特にピッチャーとしての彼をより必要としていたチームにとってはちょっと怖い部分もありそうですよね。怪我する前でも後でも大谷選手がどんなレベルの契約を FA で提示されそうかはかなり予想が難しいところではあるんですが、投手として本格的に復帰できるであろう契約2年目ないし3年目に投打で今年以前の水準の活躍がまたできると証明した際に、再び FA 市場に挑戦できるような契約設計、契約序盤にオプトアウトを盛り込んだ契約とかにするか、あるいは2021年オフのカルロス・コレアみたいにものすごく高い平均年俸で短めの契約とするかあたりでしょうか。怪我する前から難しかった契約予想はさらに難しくなったかもしれません。大谷選手とトラウト、球界の歴史に名を残すレベルの2人の才能が確実にチームに揃う最後の年、そこにエンゼルスフロントが補強の面で様々手を打ってプレーオフ進出を目指したところまでは良かったんですが、それを上回るレベルで今年は特に野手の主力選手に怪我人が相次いでしまい、最後に大谷選手、さらには同じ記者会見にて有効骨骨折から復帰したばかりのトラウトも再度 IL に入ることも発表され、2人のスーパースターを同時に失ってしまったエンゼルス、結果的にはトレードデッドラインでただでさえ薄いファームシステムを消耗した上で、もし FA で大谷選手がこのまま退団してしまうのであれば、彼をトレードして得られたはずの見返りを得ることもなく、さらに夏の補強でペイロールが贅沢税の課税ラインを超過しましたので、大谷選手に対してクオリファイングオファーを提示したとしても、保証として得られるドラフト指名権は40名指名の後とかなり後ろの指名権、それでプレイオフも出られないとなれば、エンゼルスとしては考え得る限りでは一番最悪の結末かもしれません。ここから多少なりとも状況を改善させるとしたら、大谷選手との契約延長くらいで、少なくとも他球団が敬遠しかねない要素ができたことはある種エンゼルスにとってはチャンスであり、大谷選手を来季以降も残すことができれば話は変わってきます。もちろん怪我したとは言っても年俸は相当高額になるでしょうし、トラウト、レンドーもいるペイロールをさらに圧迫してしまうので、それがチームの将来にとって全てプラスとまでは言えないかもしれませんが、本人のプレイぶりからも他でもなくエンゼルスで勝ちたい意思は伝わってきますし、仮に多少なりともディスカウントを受け入れてくれるのであれば、少なくとも来季もう一度コンテンドする体制をそれで組めるかもしれません。大谷選手、そしてエンゼルスの今後がどうなるかを含めて、これから注目を集めていくこととなりそうです。まずは大谷選手の怪我の状態がどれほどのものであるか、そして大谷選手の怪我が少しでも軽いことを祈っています。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。